今長崎空港から、バスに乗って長崎市内に向かってるんですけど、なんとバスのお客さん僕一人だけ。はい、快適に大きなバスに乗っています。楽しみですね、長崎の旅。それではまたどっかで会いましょう。長崎駅に到着しました。いやーすごいわ。長崎、長崎のホテルに到着しました。明日はね、レディースコンペのレッスン会ということで今回長崎に来たんですけど、ちょっとね右肘をかなり負傷してまして、デモンストレーションも中途半端な振りでしか振れないと思うんですけど、とりあえずねなかなかこっちに来る機会ないんで、いろいろ楽しみたいと思ってます。で、大学時代すごく仲良くしていた後輩が今回このオファーをくれたんで、これからその後輩と会ってちょっと食事をします。それでは行ってきます。はい、やってまいりました。エンジョイレディースゴルフコンペ2019長崎国際ゴルフクラブ、ここで今日はお仕事です。超えてくと思うんで超えない早すぎてなった9番の方向18？ うわ、見えかった全然見えない見えない。うわすっげえ。そこまでしか見えない。見えない。そこまでしか見えない。え？早っ。皆さんも明日したじゃない。レッスン。見えてないんでしょうね。わかんない、どこ行ったか。じゃあ、ラストですね。切りますよ。飾ってる。本当じゃない。そうですね。今こんな感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、長崎空港に着きました。これから帰ります。長崎楽しかったですね。はい、慶太郎くん、はい、大学の後輩慶太郎くんが、はい、長崎帰りますよ。慶太郎ありがとう。ありがとうございました。はい、無事に仙台に着きました。長崎の旅とても楽しかったですね。帰りちょっと大阪寄りましたけど、その模様はまた後で配信したいと思います。それで僕が長崎のに行ってる間、準レギュラーの山地君がサードキューティーにトライしてまして、見事10アンダーでファイナルキューティーに進出しました。なので今日帰って
彼と一緒に祝杯をしたいと思います。それでは皆様お疲れ様でした。